鼻の下に遅いですよ。あ、うんこ。なりました。しぶるぞ。今日はフェラーリ納車の日。はい。ついについに納車ですね。はい、もう今現地近くのコンビニ。はい。今待機してるんですけど、ちょっとどうしても高速でうんこ漏れそうになっちゃって、女の子いたら、その血漏れてますよねとか言ったら、お前確実に今漏れてます。めちゃめちゃくちゃかったよな。いやもう本体の匂いがしました。卵3個作ってぐしゃぐしゃに潰してばらまいたくなきたかったよな。車の中深呼吸したら 気を失います。運転者がここそうそう意識が遠のきます。たげかお前。気持ちだお前。おーやつあるやん。あれじゃない、どれですか。いっぱいいっぱいやりすぎて、うん、え、あそこ見てみよう。これ横じゃない。これが今隣やつ。あんこ時計上がった。あれこれあれあ、これじゃない。こっちか。でも売約済みだよ、それなら。はい、おはようございます。おはようございます。ちょっとおしゃれしてみた方がいいかなと思って。お久しぶり。これ光るやつですよね。あ、知ってる。知ってます。温泉のやつ。僕はあの MZ8 さんと青森の人と名古屋来てくれて、はい、あ、この前やられてたやつね。そうです、で、あれで松坂みなり行ってこれ買ったんですけど、うん、その人が、あの、ここ紹介してほしいって言って。マジで。じゃあ行って早速。今月、青森行ったりもされます。あ、マジですか。マジです、マジです。あ、ちょっと今電話していいですか、早速。いいです。あれはちょっとマイク。あ、いいね。ちょっと頑張っとる。そう。ほんと。お父さん今日いない。はい。あー、出た。それ今日お世話になります。大丈夫だね。よろしくお願いします。いつ登りました？さっき登りました？いや車あれそうかなと思ったんですよ。こそっと言いましたよね。あ、どうも。はじめです。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。なんか顔むくんで昨日飲みすぎたんですか？いや今ちょうど車乗せてきました。はい、早速このダウン着て。ただ YouTube だとあのカメラがなんか反射して映らんっていう、なんか YouTube 向きではないっていうことがあんまりしたんですけど、このジャンパーやらかしましたね。いやこれ僕本当に来てむちゃむちゃかっこいいやつがあったんですけど、これどうですか。2300万ですか。これむちゃくちゃかっこいい。シートもかっこいいし。あ、マジっすか。前乗ってた人がもう異常なぐらい几帳面で、はい、性格 A 型、はい、もう細かいとこ全部部品自分で変えてます。あ、マジですか。マジ。そういう車買うと本当いいです。あ、じゃあ納車でいいですか。はい、大丈夫。いや、こういう人めちゃくちゃ早いですよ。ディスク の1本10万ぐらいするズボン買いに行くのに、萩本さん、はい、じゃあこれでとか言って10秒ぐらいで決めてましたからね。こういう人さすがの僕もちょっとそれ早いですよ。履いてくださいよとか言って。とにかくいっぱいあるんで何でもいいですよ。まあ、とりあえずまずローを通しますんで、あとでご連絡聞いてご連絡します。よろしくお願いします。あの、小塚と申しますんで、お願いします。お前まだ喋ってないね。まだ喋ってないね。頭がまだ寝起きで。 TikTok はフォロワー増えた。まあ、ぼちぼち。そう、俺うちに出てちょっと変わった。あ、でもコメント欄で、うん、塗り替え道場さんと。あ、マジマジ。はい、行ってくるわ。ちょっと離れ離れだけど寂しくない。寂しくない。俺と離れるけど寂しくない。即答早っ。あ、どうやって開け、あ、これ開けていいですか。怖いでか、怖い、ね、怖そうだね。乗っていいですか、これ。あ、どうぞどうぞ。おー、よし、大丈夫ですか。大丈夫そうです。まず鍵を刺してひねる、はい、ここは普通ですね、はい、でブレーキ踏んでひねった状態で、はい、ここ長押しですね。おえー、怖い。発進するときはあのレバーがないもんですから、はい、このコントロールシフトを、はい、右側をカチャッとやってもらうと、あ、1、はい、でここでオートプッシュ、はい、出てるじゃないですか。出ました。ああ、下に出てましたね。出ましたよね。はい、もうオートマの
行ってくるわ。お父さんお願いします。うおちょっと今工事してて段差が、あ、もうこんなんでやばいですか。斜めに行った方がいいですね。あ、マジですか。左ハンドル乗ったことあります？あ、それはあります。あ、あります、はい。おおすごいな、めちゃめちゃやばっ、加速がやばい。全然余裕な感じですね。まあまあまあ、やっぱこの音がいいですね。すごいですよ。でも要は皆さん空ぶかするときは入ターンして、あ、なるほど、やったんですよ。あーあ、そういうことですね。そういうこと、走った途中にニューターンに入れて、あー、なるほどなるほど、やってますね。うわー、ごっついなこれ。クラッチはないんですね、別に。切るのはないです。右足一本でいいんですけど、これ一足で、まあ、大体2500回転ぐらいで、はい、もう今二足上げたんですけど、はい、一回2500くらいでアクセルも離さんでいいんですか。離さんでもいいです。振りっぱなしでいいです。ああ、そういうことですか。そうです。で、待ち乗りするとき、マニュアルモードでしたら、だいたい4足ぐらい入れちゃえば、ああ、そうですね。乗りやすいですね。これ切り替えはこのレースモードとか、はい、スポーツモードとかあるんですけど、まあ、まあスポーツモード入れっぱなしでいいですわ。あ、そういうことですか。なんかあまり触らずに、あ、エコモードみたいなやつか、なんかノーマルモードみたいな、そんなやつか。なんかありますよね、それってオートマの切り替えのあれですよね、多分。あの引っ張る回転ぐらいとか。あ、そうですね、だからまあスポーツモードが街乗りで一番適してますね。あ、わかりました。はい、免許取って3日目3日目ですか。乗ったんですよ。3日目でフェラーリで、あのなんか縁石のなんかこういうポコって出てるありますね、なんか歩道と一緒に出てるところあるじゃないですか。もう続いてるってことですか。はい、縁石から歩道までこう全部盛り上がってるところ、はい、そこを左折してきた時に、はい、そのままなんか普通に道路やと思って、はい、こう右折してったら縁石に乗り上げてるっていう。あ、突っ込んでいく形ですか。で、思いっきり釣って、はいはい、まあ多分今日自宅帰られると、はい、緊張で次の日筋肉痛になってますよ。マジですか。マジです。あ、マジですか。無意識のうちに力入ってるもんさ。あ、マジですか。スパが初めて乗る人みんな次の日カリカリになったんですよ。マジですか。うわ、あ、でもやっぱ無意識のうちに力入れちゃうもんですよ。これぐらいの段差がまあリミットですね。マジっすか、これでやばいっすか。斜めに行った方がいい。コンビニだと相当入れないっすね。入れやす。エンジンの小さく落とすするのは大体。あ、エンジンの可変マフラーの切り替えはですね、スイッチなんですけど、はい、これ長押しするだけで、はい、これ今ちょっとうるさい、はい、そうですね。で、これを長押し。これで今音が切り替わりました。あ、もう切り替わったんですか。ええ、あ、全然違う。全然違う。街中走る時はもうこっちですね。そういうことですね。まあ、名越しだけで。そうです。あ、いいってことですか。ただ高速道路とかで結構スピード出す時は、はい、可変を開けて待った方がエンジン負担少ないのですから。あ、そういうことですか。エンジンの踏ん詰まっちゃうんですよ。要は弁で塞いじゃってるもんですから。ああ、音出んように。音出んように。ええ、あ、これはもうトランクかなんかですか。トランクです。あ、前に出れるんだ。あ、結構入るな。入ります、入ります、はい、どんな感じでした。すごいな、すごい。出ようかな。ちょっとわからん。めちゃめちゃ心配なんですけど。心配だな。しかも自分の車をしょっちゅうぶつけるね。よし、あ、スタート待ってますよ。金が当たる。ボンネットですね。かっこいい。ちょっと軽く前出してみます。とりあえずまだ助手席も乗りたくないです。怖い。顔してない。怖い。
か行っちゃう、どっか行っちゃう。怖いだろ、はい、すげえ、これすごい地面座ってるみたい。え、どうしよう。よーし、はい、あ、来てます。あ、止まってくれました。よーし、本当に地面ですね。やばい。地中の中で待たせてる。頭だけだよ。おもちゃみたいな。前走ってくれる。2台だね。なかなかない。あ、そうなの。で、パドルシフトみたいな感じ。だけど、もう完全に自動になってる。あ、そうやるって言っても、はい、オートマで乗れるからね。要は、あの、クラッチないもんね。はい。怖い。怖い、やめてください。いや、サイドブレーキ聞いたから。サイドブレーキがないから、今の車。はい。お、あら、それ。で、ニュートラ入れて、サイドブレーキ引いて、引いてですね。そうね。あちゃん、カメラ回ってないところでちょっと伝えたいことがあるって。カメラ回ってないところで伝えたらまずいって、はなちゃん。何言った？458から決めたら考え。もっと高いです。お父さん、どんな教育したんですか？すいません。だから TikTok、ちょっと TikTok なんか1本撮ってよ、今から。今からですか？なんかないの、そういうの。フェラーリ使ってアイディア。そしたら結婚してあげるわ。あ、これ乗って、うん。それちょっとやめましょうか。そんな TikTok 尺ないでしょ。YouTube じゃねえんだから。めちゃくちゃバズると思います。あ、マジで。そうじゃん。怖い教育しますよ、お父さん。やばいっすね。いや、結構いい感じや。見たやつがすごっこいよ。じゃあ今日、フェラーリ。F430。F430。どうも違うんですよ。フェラーリの出方なんですよ。お、腹だわ。F430。納車。あ、車の、グローリーです。グローリー。一宮市。はい。一宮市。のグローリー。いや、本当に良くて、まあ、また本当に僕ちょっと今紹介させてもらいましたね。ありがとうございます。ちょっと使えるかどうかはちょっと分かんないですけど、また面白い人が買う予定になってますので、ぜひそちらの方楽しみにしてください。あとチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。お願いします。またねー。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。はい、はなはです。みんなはなちゃんって。あ、なんか一番最初に、はい、社長にお会いした時に、はい、はなはって言ったんですよ。はい。でもなんかそっからはななんで、はい、あ、もうはなでいいかなって思って、18歳。あ、18歳。この前塗り替え道場 の方で紹介したんですけども、はい、なんか反響とかありました。あ、でもコメント欄でその塗り替え道場さんの、はい、動画から来ましたとか、はい、YouTube から来ましたって方が多くて、はい、なんかすごい嬉しいなって。そうなんです。ありがとうございます。